確かにソリッドスネークは死んだ。だが奴はここにいる。生きていたのか、あるいはもう一人だ。今世界は再び核軍拡の道へと進もうとしている。諸君も知っての通り、その契機となったのはジョージ・シアーズ前大統領在任中に起こったあのシャドウ・モセス事件だ。メタルギア・レックスと新型核弾頭開発の事実が暴露された上、そのデータが何者かによって盗み出され世界中に流出した。我が国の政府軍部内に己の利権のために国策を我が物とする勢力が厳然として存在するのは事実だ。このメタルギア令はそれら勢力に対抗し、彼らの意図をくじいてこの国をあるべき方向に戻すという役割も負っている。シャドウ・モセス島で行われていたメタルギア・レックスの開発は NMD 技術の他国への流出によって将来起こりうる核抑止力の減少に備えた一手だったとも言われている。そうだとするならば、それは将来的に発生する莫大な利益と権力を確保しようという一部軍需産業と軍部による目論みがあったことを意味する。我々がここにいるのは我が国を蝕むこれら腐敗や淀みを一掃するためだ。例の完成とともに戦場は新しい時代を迎えるのだ。諸君は我が国の未来を背負っているということを理解しておいてもらいたい。テロリストたちはサンズ・オブ・リバティと名乗っている。そしてそのリーダーの名はソリッド・スネーク。私はフォーチュン、戦場で幸運を使い果たす女。そして死を拒絶された女。さあ私を殺して。
死なんさ。まだやることがたくさんある。俺たちは政府や誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意思で戦ってきた。いい演説だった。さすがは海兵隊司令官、話がうまい。何者だ。だがそれだけだ。新型の性能はよく分かった。こいつを奪うつもりか。奪う。返してもらうのだよ。久しぶりだな、兄弟。お前は。そう、俺だよ。リキッド、リキッド。第43代大統領ジョージ・シアーズ。だがそれも単なるワークネームに過ぎ、奴のコードネームはソリダス・スネーク。固体でも液体でもない金星の取れた傑作。彼らは戦ってはいけない相手なんだ。私の息子、何もかも私が教えてやったのだ。お前は。名前などない。お前と同じだ。you